よし、ユーストリーム始まった。あれちゃん、ユーストリーム始まった。はい、ここはどこですか？おお、小間っ子広場。じゃあちょっとここ、おいらせ餃子さん。この人餃子さん？餃子じゃないです、人間です。ね、天気良すぎてね、飲み物欲しいとこだよね。そうかもしれない。餃子ドリンク。飲み物とかね。違うね、うん、確かに。餃子はやっぱビール。なんか、はい、去年までとは場所が違うことで、まだ落ち着かないですか？明日勝負でしょ。明日勝負。いや、明日20度超えるような話だから。今日19度まで上がるとか言ったけどね。桜が咲けばまた人の気持ちが上がるから。まあ、でもほら、俺ら杉浦さん、餃子そのものの評判はバッチリだから。うちにも買ってきてね。自信たっぷりでね。大好きで。やっぱり商品が良ければ大丈夫です。そうなんです。お楽しみに。まあ、で、売り子もなんか、言葉巧みにお客様を引っ込みそうな。なかなか喋りてらね。なかなかね。じゃあ引っ込まね、隣の店も覗かないと。フルートも回ってきます。またね。ユーストリームだからね。おいらせ餃子です。こんにちは。こんにちは。ここは。はい、あれ。ほら、架け橋って名前使われたな。ほら、どこ架け橋だ。ほら。あ、そうですか。うちも架け橋通信社。架け橋新聞、架け橋通信。いい名前だもんね。このちっちゃい畑なんですか？ちっちゃい畑。ハッピーベリー。何、6カ所から来たの？6カ所です。あらー。そうなんだ。ほう、ね、いや、ごめん、でも初めて聞いたな。じゃみんなでこうして作ったのを持ってきたわけね。はい、作ったの、手作りで。主にこちらの瓶物ですね。ブルーベリーとかの。もらっていいですか？おお、もしかしてこれ食べろという。いや、ちょうどね、今日はね、仕事が忙しくてね、まだお昼抜きでね、会場に来れば何かあるかなと思ったけど、いやいや、ちょっと待って、商売うまいね。ココアと紅茶のショーケーキですね。これ入ってんの？はい、あんバター、いつもブルーベリーの。はい、おー。このイチゴとブルーベリーは、うちのブルーベリーちゃんと一緒じゃん。でとりあえず1個買って2人では結構しようかね。はい、1個。はい、1個でいいからね。うん、こちらのこちらに。いやいや、そのブルーベリーがどうのこうのどうのこうのどうのこうの、うん、袋破っていいよ。今食べるから、うん、半分に割ってくると嬉しいな。喧嘩しないように。なんか喧嘩しない。ナイフ出した。危ない。ナイフ、ナイフ。850円の。いや、見てこの左手を添えるお中性、中性の渡し方。いいね、なんと6箇所はしつけがいいね。ありがとうございます。うん、すごい。あれちゃん、すごいよ。ここ試食いっぱいあるよ。バラレちゃん。バラレちゃん、ほら。こっちも試食あるよ。ほんとだ。いただきます。これ去年、十和田に来たの初めてでしょ。十和田の最初には、以前十和田のジャスコさんが取り。おうおうおう、じゃあジャスト、去年の2月に、うん、あ、今年も2月ですか、うんうん、今年も2月でございます、うん、ありがとうございます。このまま食べます。はい、いただきます。はい、主にこちらの商品でしたら、十和田のロマンパクさんとか、うん、あの、置かせていただいてますけど、うん、6カ所のどこなの？6カ所の、デトっていう地区にあるんです。大丈夫、知ってるから。あ、そうですか。うん、平沼の上ね。あ、違う、じゃあそうですね、デトって出ると、と出るとね、平沼の上だよね。平沼の上になりますね。で、お淵があって、その次ですね。お淵の上か。で、お淵の上か。そうか。原年の横取ってきたな。ああ。そうですね、原年の。取ってこないか。お淵にあって。あそこちょっと困ってるもんね。いいですね。うん。これ、こうやって、その、今日、毎日通うの？今回のこのイベントには今日一日だけ。うん。一日に主役としての来たんですけども。え、今日一日だとだけなんだ。そうですね。残ったら私は館長街にぐるっと回って。ええと思う。うん。館長街よりもあっちだよ。あっちだよ。やぶさめ。やぶさめ賑やかですよ。うん。今日は予選でね、あっちが人が出てますよ。やぶさめ会場売るのはオッケーですよ、これ。うん。いや、販売許可証みたいな。あ？販売許可証持ってる。いらない。許可なんかいらないじゃん。あ、何もいらないでしょ。全然いらないでしょ。こうやって、こうやって売ってるのオッケーですよ。むしろ好感持ってますよ。許可ももう持っていけるんで。売ってあげた方がいいですよ。全然問題ないです。今日一日だけだったらなおさら問題ないですよ。
やった方がいい。待ってるよりも動いた方がいいですよ。まだここには今日お客さん来ないですから。うん、マジ。何時までだっけ？まあこの器がいいからこれだけでも持ってとりあえず一回りちょっと何かしらって感じだ。私はおすすめしますね。じゃあ次行こうか。うん、今ユーストリームで生中継するの。駆け足通信の。今度見てくださいね。わかりました。どうでした？頑張ってね。ありがとうございました。うん、うん、うん。先に行ってまいりマージャン。はい、長官どう今年はプレハブに来てないな。うん、どうもいないと思ったらこっちだったな。うん。あっちでね。うんうんうん。でもこういうのは去年見なかったね。あったよ。あったか。笹森は。あ、ブルーナ。うん、ないで。笹森さんはいるけど。その中身だよな。はい。いい、いいデザインだね。わかったよ。いいデザインだこれね。コーンクッキー、ご飯の乙女、うまいだ、全然ね、うん、こんにちは、じゃあまたね、こんにちは、お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、店をパスしちゃダメだよ。うわ、いい色だなぁ、すごい。この色がなんかすごいね。もっと出てたんですか？食べないとあったかいですね、食べないと。うん。あるだね。早く桜が咲けば人が出るのにね。まだね。まだね。明日のイベントは踊りは何時からですか？30日ですよ、踊りは。ここ。よさこいでしょ。明日なんかあるじゃないですか。やぶさめは今日と明日と明後日って。うん、踊りは30日だよ。最後の日だよね。うん、30。明日は何でもない。うん、踊りはないと思ってくるの。なんだかんだあるのよ。三原色の踊りでしょ。よさこいでしょ。ここでやるんでしょ。うん。ただプログラムの方が。あそこにさっきのになってる、うん。明日ってあれ明後日になってる。明後日だって30日。よさこいは明後日。ないんだね、そのプログラムが。アートステーションに行くと山ほど行ってます。うん、あそこから全部もらってきて、そしたらチェックして人の動きを見た方がいいかもしれない。全然そういうの分かんなかったんで。まあ、みんな不慣れだから。この辺見てもできれば助かるんだけど。ご苦労様、よろしくね。こんにちは。こんにちは。まあ、ふくよかな売り子が揃ってるね。んだよ、いやどう見ても幸せそうな顔してる。これ食べられて美味しい。ああ、これなに二人が今食べられるか私たちっていうのかと思ってドキドキして。これ有名だよねこれね、昔からねこのスタイルでね。ダメさんね、すごいよね。そばはうどんは伸びない方がいい。あ、そういう意味、意味が違う。でも、そばうどん、沢目さんのそばうどん食べてるから肌のツヤがいいっていう話もあるでしょうね。やっぱり接客が大事だからね。うん、こうやってお客さんと話するのが長生きの秘訣だから。まあ、ほどけないやつは甘さいないと思いますけどね。どうもね。うわ、ね、LL とかさ、まだそこがないから、まだ今日はご飯製品のところです、はい、いやいやいや、ただ面白いなと思って、サイズがね、だんだん豊富になって、模様も豊富になってすごいなと思って、あの、うちの職員全員このスリッパで市役所歩けばいいと思いますねえ、聞かれて心にもないこと今失礼の人には引き続き、ね、いいと思います。特にその担当の彼の人はみんな入った方がいいと思います。何かなの担当は。担当は何かですか。国産ですけど4月から農業を産品販売。お産品販売、あ、4階に行ったのか、はい、あそこいます。伸び盛りだからな。いや今回の4月の組織、今回の組織外で、はい、あそこだけが人を増やしたんだからね、はい、選ばれたでしょ。平田さんと君が抜擢されたら、
頑張らないと。君がらが、あ、違った、君がら。君がらしょって。まあ、成長株。いい子だから。うん。職員、やってくださいね。職員としては珍しいタイプだ。うん。こういう職員ばかりじゃないから。うん。でも、この子はグッド。可愛がってやってね。うん、次行こうか。次行こうか。そうだ、私、これ、本当みんなで。分かった、次行こうか。今度買ってもらう。